ダメだ。描けない。やはり芸術とは人類独自のもの。人間の欠陥を塗りつぶそうとする虚飾。完全なるノートには縁がないか。バサッバサッバサッ。キュピーン。キュピーン。ははははは。元老院から謎の敵に関する回答あり。敵の正体は滅亡した王家、ドン家の末裔。ドン桃太郎。現在、ドンブラザーズのリーダー。ドン家は滅亡する前に、桃太郎を人間界に送り込んだ。なんだ？ピシッポン。おげー、おげー。おげ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 。まさかあの赤い戦士がドン王家のものだったとは。全員処刑されたと聞いていたが、ドン家のものはノートが住む世界イデオンを壊滅させようとした。人間界でもノートと人間の共存を唱えて、その罪の重さは計り知れない。生き残りがいるなら必ず倒す。チョキッ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 。本当に大丈夫なんだろうな。任せなさいって。こう見えて私、実家にいた時は美容志望だったんだから。腱鞘炎になって諦めちゃったけどね。お前が地元で美容師になっていたら、俺たちはきっと出会ってなかった。そうね。はい、できた。お、おお、お前に似合いのいい男だ。などと申しており。お客さん、終わりましたよ。お客さん。まったく、だらしない顔で眠ってたよあんた。大方女の夢でも見てたんだろう。まったく、最近の若い男は恥というものを知らないのかね。どうせしょうもない女なんだろ。あのな、あんた、なんだい。いや、なんでもない。ちょ、触らぬ神ってやつだな。ありがとうございました。ガチャ、パターン、ガチャ。ああ、ごめんね。キジノさん、急な仕事で。久保さんが病欠でさ。大丈夫です。私、この仕事、大好きですから。私だってね、好きでこんな風になったんじゃないんだよ。本当は寂しいんだ。旦那は死んで、息子は家で、誰も構ってくれなくて。だから、ボーン。どうも。ざまあ見ろ。どれどれ。お、なぜ汚物のような欲望にまみれる。心を清めろ。命を落とさぬうちに。あんたもよくやる。言ったでしょ、私は人間の過剰な欲望を憎むと。そうだったな。どうかしましたか。少々元気がないようだが、また嘘をつけないせいで問題が。脈がない。死んでます。お！出たな。
嘘をつこうとすると死ぬわけのわからない体質。もういい。そこまで無理して私たちを褒めることはない。その代わり、私たちは君と一緒に戦うことをボイコットする。え？それって、それはどうでしょう？だって、みんなの力を合わせて戦うのがドンブラザーズの強みなんじゃ。そう。そこのところを君に学んでほしい。私たちのありがたみをね。それはきっとドンブラザーズのためになる。以前、あんた言ったな。美しい嘘もあると。だが、なかなか難しい。あなたはそれでいいんですよ。あなたは私の希望です。妙なことを言う。本当のことです。あなたのような人が増えれば、私の心は休まります。ところで、変なことを聞くようですが、あなたには倒したい相手がいますか？いる。本能がそう命じる相手が。私にもいます。もし俺たちがその相手を倒せたら、何かうまいものでも食うか。うまいもの？そうだな、おでんとか。夏のおでんもいい。おでんとは？あんた、おでんも知らないのか。変わってるな。いいだろう。俺が教えてやる。それは楽しみです。じゃあ、俺は仕事に戻る。またお会いしましょう。健闘を祈ります。じゃんけん祭りだ！最初はグー！じゃんけん！ポン！俺が出したのはチョキに当たる剣だ。グーに当たるハンマーを出したやつの勝ちだ。悩みなんざ吹っ飛ばせ！うわーははははー！再現戦隊マサトシマエタの活動は、メンバーシップ加入の方々、チャンネル登録をしてくれてる方々、いつも動画を見てくださる多くの皆様の応援によって支えられています。ありがとう！もしかあの子が好きならば、てんてってん。よろしくお願いします。前田でした。